トレビニエの街並みトレビニエは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市及び、それを中心とした、基礎自治体で同国を構成する構成体の、ウチスルプスカ共和国に属する。トレビニエは、ヘルツェゴビナ南東部にあり、アドリア海からは内陸二十数キロメートル入った場所に位置する。トレビニエは、トレビシュニツワカハ半のヘルツェゴビナ南部の町で、クロアチアのドゥブロブニクからは二十四キロメートル離れた。 場所に位置する。川沿いにはいくつかの製粉所や橋がありその中には、オスマン紀の歴史的なアルスラナギッチ橋も含まれる。トレビシュニサ川は、水力発電に利用され、町の南西部のポッポポポリエを流れていく。陶器には洪水を起こし、川はそのまま、ドゥブロブニク近くでアドリア海に注ぎ込む。トレビニエには15世紀以来の聖教の修道院が、 立地するほか、教会や新しい修道院も立地する。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時、紛争による大規模な被害からは逃れたが、オスマン期のモスクなどの建築物は破壊を受けている。2005年7月からは帰還した、ボシニャク人コミュニティにより再建が始められている。トレビニエの語源は、ビザンツ帝国期のトラブニアに由来し、最初に、 セルビア人によって支配されたビザンツ領でもある。9世紀半ば、セルビア公、クネズ・ブラスティミルより、都市国家としての権利が与えられ、ブラスティミルの娘婿であるクライナが領有していた。ラグーサからコンスタンティノープルに至る道を抑え、1096年には、レーモン四世と十字軍が横切っている。トラビュニアの名のもと、1355年まで、 セルビア帝国の領有下にあった。その後、トレビニエは中世ボスニア王国のトブルトコ一世により1373年、その支配下に入る。トブルドシュ修道院は15世紀に遡る。1482年、ヘルツェゴビナの他の領域とともにオスマン帝国の支配下に入る。旧市街であるカステルはオスマンによって作られ、中世の要塞であるバンビールが位置し、 トレビシュニツァガーの西岸に面する。城壁や旧市街の広場、二つのモスクは18世紀に、レスルベゴビッチ家によって作られた。アルスラナギッチ橋はもともと16世紀にトレビニエの、北5キロメートルのアルスラナギッチ村に、ソコルルメフメトパシャとアルスラナギッチ家によって作られており、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、 オスマン期の橋としては最も興味を引く橋の一つで、大小二つずつの半円形のアーチがある。1878年から1918年に、かけては、オーストリア・ハンガリー帝国の支配となり、この間丘の上にはいくつかの要塞が築かれ、町には駐屯地が置かれた。また、町の近代化も進み町の西側への開発、現在ある主要な通りや、いくつかの広場、公園、 新たな学校やタバコ農園などが作られている。トレビニエが力強く成長したのは1945年から1980年代にかけてのヨシップブロズッチ等によるユーゴスラビア社会主義連邦共和国の時代であった。水力発電ダムや人造庫、トンネルなどの開発が行われ工業化が進むとトレビニエの人口は増加した。 1992年から1995年にかけて起こったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争ではセルビア人勢力や警察部隊によってモスクの多くが破壊されている。ラブノは紛争以前はトレビニエ基礎自治体に含まれていたが紛争後はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の自治体となっている。プレミエルリーガに属するサッカークラブチーム FK レオタルトレビニエがトレビニエを 本拠地としている。ありがとうございます。